おはようございますおはようお疲れ様ですとりあえず遅刻しました言い訳はしたくないんでシンプルにすいません遅刻した理由を、ね、語るのはさ時間稼ぎだと思ってるんで語りませんもう本当申し訳ない 俺の放送のために学校を休んだりとかまあ今日土曜日だから休みなんだけど仕事を休んだり見たりする人もいるらしいから本当にすいませんただ言い訳じゃないんだけれどあのまあちょっと頭痛くてさ痛いな痛いなっていうのが昨日からねずっと続いてて痛いんですよ頭が ああだから、あの今日なかなかね、あの昨日なかなか寝れなくてで、起きたのがもう本当に11時半ぐらいだったんですよ。頭痛いんですよ。お腹も痛くて、体の調子が悪くて、昨日息ができなくて、やばかったし、もう体調が悪くて、だから体調が悪いんです。はい、いいですか 遅れた理由は体調が悪かったです、はい、じゃあやりますか今日もおはようございます <laughs> ワッチニュースキャスターのお守りですこの放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し 知っていこうというわけです。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ていってください。注意事項として、間違っている古いと、えー、コメントを連投する方がいます。 古い古いという伝統コメはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントする方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。でやっていきます。ふわっち。 大炎上ニュースですすよろししくお願いしますはいじゃあ早速一つ目のニュースからやっていきますねふわっち大炎上ニュースですと言いたいところなんですがふわっち社会的ニュースですなんと、えー、私,私がね えー、昨日、社会に影響を与えたニュースをピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。時間稼ぎとかね、面白くないとか、たくさんのコメントが寄せられていますが、あのー、実はリスナーさんから大人気コーナーとしてね、あの確立されているので、あの、一生これやっていきます。よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ目のニュースから。ふわっち。フ 社会的ニュースですまずは、えー、これはふわっちにも関係があるニュースです。なんとですね、あの配信者が実刑です。ふわっちもやっていた配信者で、えー、元芸能人ですね。それがこの方です。<laughs> なんと。 僕もびっくりしましたこれを見た瞬間嘘だろうと思いましたはいそれがえー、これですかね k a t ー t u n の元メンバー田中喜被告実刑判決確定へ覚醒剤を使用した罪などと問われたアイドルグループ k a t ー t u n の元メンバー 田中幸喜の被告の裁判で、最高裁裁判所は、15日までに弁護側の上告を死の、死のぞける決定をし、懲役1年の実刑判決が確定することになりましたと。いうことです。死のぞける、死のぞける、死のざらける、しりぞける、ありがとう。 はい。尻ぞけるです。でも、ちゃんと、そっち寄りに喋ったっていうのは偉いよね。バカは、ね、えー、これを、たいって読むんだよ。たけるとかね。たいけるとか。俺は読めたよ。尻ぞけるって。滑舌が悪かっただっけね。うん。のと、ね、しの、しり、りが間違っただっけ。まあ、とりあえず、そんなことは置いといて、 懲役1年確定したということで。で、執行猶予中だったから、さらに1年8ヶ月ぐらい上乗せされて、ね、懲役2年ぐらいになるらしいです。はい。どうやら覚醒剤で。<laughs> ツイッター、速報さんのやつがあったんですけど、出るかな速報さん。あれ、写真撮ってないか、これ。 うん、まあ、とりあえず2年ぐらいの懲役になる予定ですね。はい。だからまあ、どうな,んなるんだかわからんけど、まあ、覚醒剤の依存性、本当に芸能人でも耐えきれないってことですよ。だから皆さん、薬には絶対手を出さないでね。お前らが廃人化したら、本当に俺は悲しいよ。家族として。 でももし捕まったら、ね、連絡いつでも来いよ。面会行ってあげるからね。うーん。面会行ってやるからな。棒読みあ、ゆまむっちさんおめでとう。お誕生日。昨日、太郎くんとか、みぎちとか、ね、いろんな人たちに応援されたって聞いたよ。おめでとう。 はい、ってことですね。まあ、田中希さん、えー、実刑判決と。ふわっちの女性陣も悲しいんじゃないかな。うん特に離れ猫とか。ねじゃあ、次いきますか。えー、次が、えっとですね。 いただき女子の女子大学生が、えー、実刑になったということです。はい。あのー、いただき女子のリリーちゃんのマニュアルを買った女子大生の、えー、判決、裁判所からの判決が決定したらしいです。えー、懲役3年らしいですね。いやー、怖いね。うーん。 頂き女子っていうねあのマニュアルを買ってそれを実行した女の子がまあ逮捕されたと、はい、これからやな「頂、えー、き女子りりりちゃん」を名乗る女が作成した恋愛詐欺マニュアルを機に、えー、自身の恋を寄せている男性から計約1000万円を騙し取ったとして詐欺罪に問われた名古屋市 えー、中区の大学生、家田美空被告21歳は、名古屋地裁15日懲役3年と執行猶予5年で、えー、休刑は4年6ヶ月らしいんだけどの判決を言い渡したということです。はい、なので、執行猶予つきました、はい。まあ、詐欺は重たいって言われているんですけど、多分初犯だったということで、安み住んだ感じですね。 まあでも重たいっちゃ重たいよね。うん。その恋愛詐欺マニュアルをって言ってるけど。こんなの一歩間違えるホストもそうだからね。キャバクラの女の子も。違うだからすごい重たいなと思ったけど。やっぱパパカツはちょっと違うのかね。ええー、軽い 1>, 1億だよ。それ、いただき女子リリリちゃんじゃないの。これは、いただき女子リリリちゃんのマニュアル本を買った人だよ。うん、コメント見ているリナネコがパルから電話待ってるよ。えリナネコ待ってないよ、そんなの。っていうことですね。詐欺で執行猶予つけるなよ。 どうなんだろうね。詐欺って言っても恋愛感情を、なんて言うんだろう。それでお金を引っ張ったって言ったら結婚詐欺とはまた違うんでしょ匂わすだけ匂わしてやったわけ。エッチしたんじゃないのこれ。エッチしてないのこれ。エッチしたら、ねエッチしてなかったからこういうことになったんかな。 ロマンス詐欺ってことですね。え、じゃあ俺がさ、仮に、佐藤沙ちゃんに対してね、ね恋愛感情がなくて家だけ借りさせてね。で、それで、もし佐藤沙ちゃんがぶち切れて警察行ったら、俺捕まるってことそういう話になるよね。リアルに。 いただきデブってこと嘘だろうちなみに本気で愛してます。はい。だって浮気もしてないし、ね。あの、佐藤さちゃんだけを見てるから、ね。家賃だって入れてますからねいや。こんなのさ、ニュアンスだよね。そうなったらさ、ビジネスカップルとかもさ、詐欺じゃないの。 リスナーさん騙して。違うの。YouTuber でいるじゃん。付き合ってる、付き合ってないけど一緒にいるみたいな。ビジネスカップルですとか言って。でも本当は付き合ってたっていうパターンお、あるじゃん。あれも詐欺じゃん。こんなもん、要は捉え方によってだろこれ。ふざけるなよ。エンタメで終わるよ、これ。エンタメで。 家目的ですか家目的だったらさ、佐藤里ちゃんをめちゃめちゃね、愛してないよ。ね、俺なりに愛してます。いいですかはい。みんな書いてるコメントちゃんと、りな猫がパルの電話待ってる。じゃありなをかけてきてよ。ね、そのりなコちゃんが言ってるならね、言ってないだろ、お前。 しつこいんだよ銀の狸ごときがね俺に指図するなよお前めやがって誰だよお前しつこいな今社会的ニュースやってんだよこっちは炎上ニュースからやれよお前じゃあ次のニュースいきますちなみに俺は銀の狸だぞ同等だからなお前と。 え次のニュースがうわなんとですねこれはもう許せないですもう俺ちょっと政治家目指しますわあのー、調査されたんですよ、えー、その調査の結果こんな感じですこれはひどいわうんえっとですねどれだっけあこれかあ財務省がやった 言ってんのかなこれ。潜在的国民負担率62.9%に達しちゃったということで、国民に対しての潜在的ですが62%、もう50%を大幅に超えました。はい。もう37%しか我々は、ね。あのー、もらえてません。恩恵を。なっちゃった。 えー、そんなにそんなにだよ。だってよくよく考えてみなよ。ね。えー、税金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 、えー、税金。で、お金がなくなる税,税金。税金、税金、税金だよ。どんどん上がっていくからね。これ誰のせいなのこの税金問題は。間違いなく岸田総理だと思うんだけど。 早く辞めろ気した。マジでいらないわ。てか自民党がいらない。あ消費税なくす。令和新請組の方がいいわ、マジで。あのね、山本太郎ダメだって言ってる人いるじゃん、日本をダメにするとか。そんなの知ったことじゃない。未来の話だろ、それ。ね。今の話しようよ。未来は余裕があるやつだけ。 消費税撤廃でいいってマジでいらないよ。未来はどうでもいいわ。死んでるんだから俺。お前みたいのが一番いらない正論すぎて草が生えるんだが。皆さんナイスをしてってね。えー、お願いします。あの、次自民党に入ったら、ね、俺はもう絶対この国はコントロールされてると思うから。 目覚ましたわよ自民党入れてるやうんもう他あの入れようよマジで税金撤廃するとか言っている政治家がいたら俺そっちに絶対入れるねなんで入れないのかわからんわ日本のことなんてみんな思ってないでしょはっきり言うけど自分のことでいっぱいいっぱいでしょねえだったらさ日本ぶち壊す山本太郎でいいじゃん 打ち壊してもらおうよ。じゃあ次のニュースいきます。次が、ああ、これちょっとご飯食ってる方すいません。ちょっと汚いニュースです。閲覧注意で。なんとですね、こんな事件がありました。珍事件ですね。えーすいません。ご飯特にカレー食ってる方すいません。本当に。 耳塞いでください。代弁をしているところを見たかった。建造物侵入の疑いで介護士の男37歳を逮捕と。なんとですね、男性が代弁しているところが見たかったっていうことで、37歳の介護士の男が逮捕されたらしいです。男の男ですね。はい そうなんですよ。だからホモですね。完全にえー、ホモの上にスカトロスカトロ野郎です。取り上げるな。すいません。面白いネタだなと思って。こリスナーさんから送られてきたやつなんだけど面白いでしょ。これ。あ、こんなやついるんだなと思ってさ。あ、こんな感じらしいね。14日午後福岡県の。えー 古群市にあるショッピングセンターの男子トイレに正当の理由なく侵入したとして介護士の男37歳が逮捕されたと。14日午後2時半頃、小、えー、郡市、えー、大久にある大久保これ。大久保応募にあるショッピングセンターの男子トイレで個室に入った男性が41歳が 上からスマートフォンを向けられていることが気づかれて、それで逮捕に至ったってことですね。はーい。だから皆さん、男子トイレだからって安心しちゃいけませんよ。上と下確認しましょう。もしかすると、取られているかもしれませんよ。あなたの代弁が。えー、そんなの見てどうすんだだから、本望だからね、興奮するんでしょう。でもさすがに、 女の子であっても無理だわ。うん、ねえみんな。無理だよね。女の子であっても。女の子がしているとこね。え、無理じゃないのマジかよ。意外に気持ち悪いのが揃ってるんだな。ってことです。じゃ次の,まま次のニュース、次のニュース ね、言いたいところなんですが、えー、炎上ニュースですね。はい。フワッチ大炎上ニュースです。社会的ニュース終わりね、はい。炎上ニュースやっていきます。よろしくお願いします。パンツやめてね、これ。はい。 パルはまだかなってゼワ番のとこに書いたらそうなんだお終わってるからね,ね。ってことですね。どうしたのおはようございます。じゃあやっていきますか。ふわっち大炎上ニュースです。じゃまず一つ目のニュースから。 とある女性配信者が性病だったことが判明しましたなんと性病ですはいあのやっている方もしかしてオフパコしちゃった方は即刻性病検査を受けてください誰女う女、ん、それがこの方ですね知ってるかな まあよくね、あの、閲覧600人ぐらいいたからね。あ、ちなみに、あ、これ後でいいや。性病な話だからね。ちょっとしシビアだから。これにしよう。え、ニワンちゃんゲウさんです。はい。よく涙を流してて、怖いよーって言ってた女の子ね。ふわっちで。 えー、膣クラミジアプラスになってて、性病が発覚したということですね。12月14日の検査結果の結果。はい。性病です。ニワンちゃんですね。知らないか。まあでも、今年入ってすごい閲覧もある人だよ。これ女性の。誰やねんお前こそ誰やねんはい。 で、一応なんか結婚するっていうのツイートもあってよ。え、ね、え。まあニコ生の人だね、主に。ふわっちもたまに来て、泣きゲーやってみたいな感じで。誰がコラボしてる人いる鬼ワンちゃんと。してる人いますかいないか、配信者で。 お前やってるだろニワンちゃんと会ったこともないよ。ええー。まあそういうことで、性病でした。もしやってる方いたら気をつけてください。いや、知らない。ニコ生だろそう、ニコ生。うん、お母さん気違いなんだよね。なんかお母さんに逮捕されたんだよ。ニワンちゃんは。かわいそうに。複雑な家庭環境にあってね。 帰ってくると、警察呼ばれて逮捕されたみたいな感じだった気がする。はい。ニコ生で放送してたみたいな。大騒ぎになったんだよ。じゃあつ、次のニュースいきますね。うん。お前、会ってた俺会ってたっけニワンちゃんと。いや、ニワンちゃんと会ってないと思うよ。 やってないね。会ってたら、ねじゃあ、次いきますね。はい、え次が、えー、とある配信者がスキンヘッドになりました。はい。髪型が変わりましたね。こういう小ネタも挟んでいくんでよろしくお願いしますね。皆さん。名前は、ふかしいもです。はい ふかしいもが、えー、スキンヘッドしました。もう、売り二つです、俺と。え、一瞬、俺かなと思いました。釣りピかになったということですね。興味がないあのね、配信者の髪型は大ごとなんだよ。俺は取り上げていくよ。申し訳ないけど。興味がなかなうがなかなうが知らないですよね。 ってことですねで似てるんだよ見てよ俺の顔とふかしいも似てるでしょ俺兄弟って言われたら分かんないよねそのレベルくしゃっとすればちょっと似てるでしょ、うんえー、体型も似てるし、まあ、身長は俺の方が高いのかなあまあでも ほんと似てる。宝泉学園みたいにね、坊主組作りたいね、坊主グループでやれるやつ。じゃあ次のニュースいきます。えー、次がね、あなんとですね、とあるふわっち配信者がちょっと古いんですけど、 11月分のポイントを公開しました、はい。まあ、主にツイキャス配信者なんですが、ふわっちもやってて、そのふわっちにやってる11月分の給料を公開と。それがこの方ですね。闇リポさんからです。はい。闇リポさんの動画から知ってる闇リポって、女の子のアイコン使ってるこのやつなんですけど。 えー、名前が、これかな。小町くんです。あ、知らない、やめりぽさん。主に石川紀きさんのことを袋叩きにしている、か、珍しい、あの、石川紀之さんのアンチアカウントだね。えー、紀きさんブロック入れてるから、相当ねや、ややこしいアカウントだと思う。っていう感じ。知らないか、やめりぽさん。 めちゃめちゃ石川紀之さんのアラを探して、ね、あの、ツイートしてる。怒らしちゃいけない人種ですね。石川紀之のもっと囲い,いなんだ。ええー、なんかされたんかじゃあ紀之さんにで。小町くんね、ふわっちの収益を公開。11月分。ポイントは、なんとですね、夢があるね。はい。これぐらい稼いでいるってことが判明しました。 73万7510ポイントということですね。いくらだよ今見せただろはい、73万7510ポイントということですね。まあ、ぶっちゃけ言っていいですか小町くんほどの知名度がある人間が、これだけかって思いました、正直。ええー、正直、あの、小前くんぐらいのクラスかなと思ってたんですけど。 まあでも、ツイキャスもやりつつ、フワッチもやってるから、利口だよね。うーん。利口。73万。だから、ツイキャスとフワッチを入れれば、多分、月収200万ぐらいいくんじゃないツイキャスがどれぐらい稼げてるかわからんけど。困っちゃチアイテム飛ばないな。まあ、アイテムアイテムしてない、してるか あしてるな、なんか見たもん動画で、イベント最終日のやつ。うん、優しすぎるからかな、リスナーさんに。えー、多分こまちくんがふわっち来れば、小前くんクラスになると思うよ。ぜひともまちくん追加すやめてね、あの、ふわっちやってほしいです。もういいんじゃないかな。えー イベント出てるよ出てるね最終日やってたもんねはいやってるよね一回は見たことないわあそうなんだじゃあ次のニュースいきますあ追加30万なんだじゃあ月収100万かはい駒井君の良さが分からない ふわっちはね、やっぱクズっていうものがすごく譲歩されるからね。だから多分昔、成功者多いんでフふわっちのリスナーっていうのは。昔クズでそこから成功していく成り上がりを見ている人が多分共感しなげてるんだよね。予想だけど。あとはガチ恋とか女の子とかね。じゃないの。クズは結構、うん、あの、多いからね。 ちなみに俺はななんで投げられてるのちなみに主にね女の子が多いんだけどね社長を除いてねあと男性の方もいるなあ <coughs> ハーフハーフだフフティフフティなんで投げてくれるの俺には <coughs> デブだからなんでだろうなんで投げてくれるんだろうガチ恋ではないじゃん絶対に。 何なんだろうね。うんこみたいな存在だから、うんこに金投げないじゃんだって。謎だわ。なんで投げてくれるんだろう。餌やり、ゆうかちゃん。嘘でしょゆうかちゃんめっちゃ投げてくれる子なんだけど、餌やりだって。そういうことか。餌くれてるのもありがとう。それでいいですもん、俺。 エりでも飼育死んじゃったらあかんってことね。ありがとうございます。まあそういうことで、駒井くんのポイント公開です。はい。じゃ次いきますね。ねえ次が、ああ、こういうの嬉しいね。リスナーさんからね、あのパルパルってどうやってネタ調べてるのって気になってる方いると思うんですけど。 主にね、リスナーさんの DM だったりとかあるんですよ。それをね、送ってきてくれてる人がいて、それ公開、あの紹介しますね。池田大作先生のことが好きなリスナーさんからいただきました、情報提供。ね、池田大作が嫌いです。または、えプチ、なんとか、えー、こういうの送られてきた。 山田枠にて、林会長が年金収入月14万なのに、パチやめれない牧野内に土星論のガチ説教ですら1100人と、はい。いつもね、こういうふうに細かい情報くれるんですよ。ありがとうございます。牧野内ね,あ共中ね。はい、競泳中ね。昨日山田部長がパチ王子の家にまで行って、えー、まあ、あのー、 あ林会長と林会長の家で3人でコラボしました。はい、で、電金が入るからってことで、借りてた金を返す感じで、返してたらしいです、はい。で、プルッチさんに対しては、なんかお金借りてて返したのに、なんかブチギレているっていう状態ですね。こんな紙をね、残してたと。えー、プルッチさんに対して、プルッチっていう人がいるんですけど、山田部長長にい <laughs> て。 あ巻打ちね。字が汚いんですけど、とりあえず翻訳すると簡単に。えー、プルッチ、調子こいてるから心配停止にさせたい。すぐに合わせろというあの文言があったらしいですね、はい。プルッチさんにお金を借りてて返したんですけど、恨まれてます、プルッチさん。えーまあ、脅迫みたいな文化いってます。 まあそういうことですね、えー。短くなるわな。でも、パッチオシは幸せですよ。こうやってね、いろんな人に囲まれてさ、お金も借りれる環境にはいるんだから。いい余生をね、過ごしてると思う。えー、多分、孤独死はないんじゃない配信上で目の前で死ぬんじゃないかな。心臓発作とかであ。で、配信者が通報してさ、警察呼ぶっていうパターンになるんじゃないかなと思ってる。 不謹,慎不謹慎なこと言うけどね、えー。じゃあ次のニュースいきます。えー、次がああともう一個ね池田大作先生からネタ頂い,いてるんだ。これですね続き。なんか立て続けにく送ってきてくれたんだよ。 き昨日キャリーちゃんが、もぐごりの、えっとですね、1日店長やったらしい、大阪の。キャリー、本日、大阪、もぐごりのゲストをやるが、アンチコメンが多すぎて、配信開始30分で、匿名機能を切る配信開始40分で、えーおごりた、おごりたったの3杯ということです。その後、またおごりが入ってたんで、実際、何杯おごられたかは不明です。 えー、お客さんも入ってたね、キャリーちゃん。いくら稼いだかは分からんけど。誰が行くんだよいや、お客さんもいたし、おごりも結構入ってたと思うけど、ね、その後。はい、まあ。どれぐらい稼いだかちょっと気になるんですけど。でもね、キャリーちゃんは偉いよ。お茶引いてないから。うん、俺なんてやったら坊主だよ、きっと。で、お多分 おごりはあると思うけど、お客来ないと思う。俺、一日てんちゃったらみんな来てくれるこれ。来てくれるか行くってしている無理行く行きません。行くなんでだから、自信がないからさ、もぐごりの人たちにやってよっていうね、あの、一応連絡が来るんだけど、自信がないから全部断ってる。だから、 誰かの木彫りの店長をやってる時にしかやらない、俺。一人じゃもうちょっと自信がない。本当に。骨折られるから嫌だかなり飲まないとね。でも、お酒は強い方だからね。ガンガン飲むよ。一日店長やれ。いや、一日店長やりたい、やりたくないな。 っていうことですねめんどくさいだけじゃないよ別にあキャリー者社に聞くか木彫りの収益いくらになったのってちょっと電話しますねキャリー姫に電話します寝てるかもね昨日夜遅くまで放送とかお酒飲んでたから 寝てるかもしれない寝てるわダウンしてるあ起きてるわあキャリーキャリーちゃん るあ、大丈夫声がと寝てて大丈夫めっちゃ声カラカラじゃないなんかね、昨日、うん、あの、モフゴリのゲストあ、そうだったの寝ててえ、言ってよせ声かけてよ、言ったよ俺、俺えー、本当。んなんで声かけてくれないのい言ったってマジで <laughs> ありがとう、おか、うん あらよかったパ,ラパラシャンパン入りに行ったよ。<笑><笑>また今度やるとき言っていくからお兄ちゃんとして。うんその時はお兄ちゃん言うね。言ったほしい。えキャリーちゃん昨日何時まで働いてたの？のね二時だね。あそうなんだ。二時でそっから、うん、あのー、あのー、なんてんだろう。う 来てくれてた人とアン、うん、つぶに入っててすごいねすごいねそこからあんつぶ行ったの。そだからそう。ええー。自発で帰るって人もいたから。なんか見たよファンタスティックとかシャンパン入れたやつにはセックスさせるみたいなそういうこと？あ,あ,あれは嘘。ええー、嘘じゃあそのお客さんと。 いやっちゃん、それはまた別の人あ、違うの <laughs> えじゃあ、やってないんだ、<や>誰ともうん、やってたよあ、そうなんだえ <laughs> キャリーちゃん、聞いたんだけどあ、聞いてないんだけど、これはうんどうだった売り上げ売り上げうんえっとどうだった えっとね、売り上げがうん一応売り上げっていうか私の給料ああ給料、うん、いいのそれ聞いてもあいいのかないや大したことないんですえー、なんか気になる余計にあのまあ売り上げの50%かな、うん、あ結構もらえるね 半分だう,、うん、う半分もらえるんだけど、うん、まあいくらなの <laughs> いや2万円うおすごいじゃん大事ないやいやいやすごいようーんマジえじゃあ、うん、あのお茶ひいてないってことだよ坊主じゃないっていうか。あ、そうだねだねから おごりシステムとかそういうのがいっぱい入ったってことだねうんお客さんも来てくれたのお客さんもね二、うん、人来てくれてうわ言ってよそしたら俺貢献したよマジでああパルパルに言ったらよかったあの配信じゃ声かけないでこういう時はうーんまあそうだよ俺声かけるよだっていっぱいそうやるとしてもああ<ー>営業しないと 確かにねあの林会長とかにも連絡しないとそういうのは林会長もねそうだよでもすごいわ <laughs> キャリーちゃん頑張ったね偉らいぞありしとしパしパリ,パリなで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 よし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 、えー、よし,よし,よし,よし <laughs> お兄ちゃんになでなでしてもらえるとなで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  よしよし、よしよし。お兄 <laughs> ちゃん。なぜなぜ、なぜなぜ、<laughs> よしよし、よしよし。あとね、<laughs> なんかまゆちゃんの暴露したのなんか。まゆちゃんの暴露。あ、まゆちゃんのこと聞いてって、すごいコメントがあって、なんか言ったの、また。え、何もまゆちゃんのこと言ってないよ。あそうなんだ。じゃ嘘か、このコメント。だ、それ、嘘はとじゃないかな。あそっか。 私マイカちゃんの話してない。もうやめてね、そのウソハトは。じゃあ、ありがとね。うん、パルパル、ありがとう、うん。キャリーちゃん、頑張ったね。今日はゆっくり休みだね。うーん、ありがとね。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。からえて。やらんの。 でといす。ってことです。えー、エンディが暴露したじゃあ、キャリーちゃん関係ない。キャリーとマユがチンペロしたのは、サトミ発言あ、そんなのあるのサトミさん、エンディ、いろんな情報が錯綜してるね。え、マユちゃんのチンポをキャリーちゃんがしゃぶったってこと意味がわかんない。え、マユちゃんチンポついてんの どういうことうん。あ、マンペロしたってことキャリーちゃんがマユちゃんの。ええー。そそるねそそるねじゃあ次のニュースいきます。えー、次がねえー、ヨウブンさんですね。 はい、昨日、ヨーブさんが大事件という、ね、タイトルで言ってまして、あの問題になったということであの見たんですけど、どうやら、えー、機長さんがベトナム行きをキャンセルしたらしいです、はい。そのキャンセルしたことによってキャンセル料がかかるってことで、昨日、あの大事になったっていうことで、あのニュースになりました。機長さん、キャンセルでいいのこれ。キャンセルで、みんな。 なんでキャンセルし、あの、わからん。なんでキャンセルしたのわかんない。キャンセルだけ聞いた。ちなみに30万払ってキャンセル料は一応11万らしい。ええー。行く予定だったらしいんだけど、パスポートの申請が通らなかったんかなそれか、なんかあるんかな、ね、別の理由で。パスポートの、ができなかった そうなんだえー、なんで機長さん外国人説あるよこれええー、じゃ機長さんに電話します出るか分からんけどあ弁当説ね 出てくれるかな。ちゃんさん、おはよう。あー、ごめんごめん。めんあ、ごめんなさい。こっちこそ。はい運転中だ。ごめんなさい。で、これ、後で。えー。政治と同じ曲だね、これ。 じゃあ、えー、サクッといけるニュースから、えー、トースポさんがふわっちの広告を出したらしいですね。ふわっちが出したのかな ?3 人組が広告塔になってました。えー。ふわっちの美女3人っていうことで、あ、かわいい。エンタメでね、広告になってたと。 ふわっち内のその内容のインタビューを取材したって感じで。こんな感じですね。知ってる方いるかな左から、ふわっちで配信している瀬戸さん、ももさん、もちさん、りっちゃんさんですと。可、は、愛、い、いい子3人組いるからね。で、この3人がインタビューされてるって感じかな。知らなかったわ。知らない。 お休みモード切ってるあそうだお休みモード切らなきゃ折り返し来るからねちょっと切りますお休みモードこれでいいやこれ大丈夫かなええー、こういうふうにさねあのフワッチのさし素人がねこうやって新聞に載れるんだよ すごくないちなみに俺のタイプは、すいません。りっちゃんさんです。ええー。ギャル、ギャルっぽいのが好きで。りっちゃんさんがいいですね。この、スタイ、スタイリッシュな感じが。本当りっちゃんさんかわいい。え、見たことないのこれ。おギャルっぽいよね、りっちゃんさん。 真ん中の方と左の方も可愛いんだよ。清楚系と、ね、あの、小悪魔系で。健康的そう、健康的、うん。まあ、一番可愛いのは、里唄だけどね、えー。じゃあ、次のニュースいきますか。まあ、気になる方は、トースポのね、ウェブで、 えー、左からふわっちで配信してるっていうことでインタビューしてます、えー、聞きたい方がねあのトースポで見てくださいじゃ次のニュースえー、次がねあなんとですね全員使いが解散の危機ですふわっち監視員さんからはいこんなことを言ったらしいですね 全員使い、解散しようか迷ってる。ボランティアは前からやるって言ってたからね。グループ LINE は反応しないんだよね、みんな。既読無視。俺は来れないことに起こってるんじゃなくて、来れないには来れないで反応が欲しい。今年いっぱいで解散するが、俺の中では判断します。これ以上続けても俺の心も折れるんで、ということらしいです。はい、あのー、LINE がね、あの反応してないらしいです。 大掃除やるがねだから24日に大阪の街をきれいにするっていう企画があるんだよそれに対して LINE がないっていことらしいんですねそれに心が折れそうっていうことで「善逸くんもうお,おままことはやめよっか」うん善一会に入ってるのはみんなねなんかネタになるかなと思って入ってるだけで おまま、おままことだよ、これ。いっそのことね、会社にしようよ、もう。全員使いを。自分の部屋を掃除しろ。面白いな、そのコメント。ちなみに仮の、ね、全員使いに入ってます。仮全員使い。ええー。誕生日会行ったんだよ。ね、あの、14日の。あの、2人しかいなかったよ。 えー、意味ないよねやっててしかも閲覧ね200人だった俺来て250だった多くて、えー、300人ぐらいやってる意味ないよ <laughs> これ全員使いこれっていうことです自分の心も掃除しろそれはね俺にも言えるからねまあそんな感じで全員使いの解散の危機ということ でもその後なんかその発言に影響があったのが LINE ではあの反応が結構ねあったということでね。話題になりました。はい。じゃあ次のニュースいきます。えー、次が、えー、あ、昨日、えー、ツイキャスで、えー、金箔のお茶爆企画がありました。 まあ、ルーレット企画だね。賞金40万円。はい。その40万円を手にするのは誰かっていうことで、ルーレット対決があったと。で、金のお茶を投げてもらうことによって、ルーレットの大きさを決めれるというね。まあ、非常にシンプルな企画がね、昨日と一昨日ね、あ,あったということらしいです。はい、ただ、サーバーのエラーがひどすぎて、ね、 アイテムが投げれなかったりとか、あとはアイテム投げようとしたら、あの投,げ投,れな投げれなかったり、買おうとしたら買えなかったりとか、複数ねあの、被害に遭った方がいるらしいです。なので、昨日それでツイキャス炎上しました。ちなみに、私パルパルも参加しました。1、ね、一回戦負けです。よくわからないね、女性配信者に負けました。 雑魚ですね、俺も。はい。閲覧もバグってたのか知らないけど、370から400を行き来してたわ。いつもの1000行くのに。おすすめ規制かなと思って確認したら規制でもなかったし。えー、もう雑魚すぎ。はい。閲覧、バグでもないと思うけどね。バグですね、あれは。閲覧、バグです。 でちなみに、ツイキャスで爆投げもあったということらしいですね。これ、すごかったということで。えー、あ機長さん、お疲れ様です。あー、ごめんね。ごめんね、車わざわざ止めてくれたの うわあ優しいわ、貴重さん。いや、あのね、普通にさ、あの、大阪に帰ってくるのは、ちょっと、パチンコの企画でもやろうかなっていう電話だったのよ。違うでしょ、ね、えー、なんで違うって。<laughs> 時間的にそんな電話じゃないでしょう、ね、嘘でしょ見抜いてるなわけないじゃん、こんな時間に。あの、貴重さんね、実は、はい、あの、<laughs> ベトナム行かないって聞いたんだけど、本当なのと思って。あ、今回はね、キャンセルした。あ、そうなのえ、な、うんでなのいや、結局、あの、パスポート申請も東京いるときにしてたんだけど、うん。あのきあ、本籍が東京じゃないから、あそんなあるんだ、うん。そうだから結局、宮崎だから、宮崎に申請するか取りに行かないといけなかったのよ。うんね、おうお,うお,うおう、おお 今宮崎に来てるんだけど、うん、おばあちゃんもいるのねこっち人あ、うんうん,うん。93なんだけど<あ>あそのおばあちゃんの見舞いに行った時になんに、やらないといけないことが結構いっぱいあって。あ、忙しくなるってことだ。忙しくなるっていうか、まあ、ちょっと周りでやってあげれる人がいないから。あ、そうなんだ。<laughs> おばあちゃん子だっけおばあちゃん子とか全然あってな。 ああそうなんだ<近>、ね、<laughs> ってことはまあそのやることをやってからじゃないとベタナムいけないってやつだね申請自体は東京に行かないとできないからこっちじゃ作れないからねで今から今から作るって感じでや,やるとしても今からつか戻らないとできないっあそうなんだ間に合わないね物理的に言うと時間的に まあ、間に合うか間に合わないかっていうとすぐ帰れば間に合うんだけどわ、うん、からない状態でずっとねあれしててもお金はもうすでに払ってんだけどでだか聞いたよキャンセル料11万って言ってたよ <laughs>、まあ、しょうがない痛々、ね、たただ,だよそれうん <laughs> うわマジかそれ俺が取り返したらもらえるのちなみにどういうこと取り返したらってえあのね交通費11万ね <laughs> その <laughs> 抗議会社にさいちゃもんつけてね返せって言ったら返してもらったらもらえるもんなのそれ俺いやなんか帰ってくるかもしれないよってなんか養分から昨日、ね、あそうなのじゃあうんじゃあ帰ってくんのか全部は無理って言ってたけどね、うん、う一部じゃあ貴長さん、ま、もしベトナム行かないならねうんなんか一緒に年過ごす俺と何するの年末、パ,ルちゃんパチンコ配信でもするか ねえね、三重県坂賀市あるんじゃないのどっかオールナイトいやなぜ全体がダメなんでしょうだってなんかねスマスロの機械がダメらしいねああ<ー>電源オフオフオフオンオフが映しちゃいけないらしいんだって,っていう話を聞いたスマス,スマスロのせいなんだそうスマスロのせいらしいよなんかリスナーさんからも来たけどトイレのせいって言ってたよトイレのせいなの あのー、パチンコを打たない人がいっぱい来,る来て邪魔だから、うん、そういう企画はやめてくれっていう話だったってたあマジうんじゃあダメなんえでも24時間放送はするんじゃないのいやできないって言ってたよ YouTube もあそうなんだえでも24時間のオールナイトやるでしょ、うん、どあそれはあるみたいだけどねふんいろいろあるんだねじゃあ え、じゃあどうするの今年は誰と過ごすのいや何もないそうでしょださ寂しいんじゃんお家来るか佐藤さちゃんもご飯作ってくれる寂しい独身男全員集めるか家にここに入るのあでも広いよ結構50人は30 20人ぐらい入るんじゃないうんうんまあ気が向いたらさ連絡してよ大阪出ないんでしょ大阪出ない うん、分かったごめんね機長さん電話しちゃっていやいや大丈夫ですまあ頑張ってね入れは大変だと思うけどうんありがとうあ大阪寄るんでしょ帰りや秀ママのお墓参りってそのまま船で帰るかもあそうなんだ了解了解、うん、無限のあもし来るならちょっと連絡欲しいうんうん分かった無限の彼方へさあ行くぞ笑って やれんの待ってあります。ってことですね。や、家族思いだね。あ九93歳って、すごくない戦争を経験してる年齢だよね。長生きしてるわ。で、なんか、93歳のおばあちゃんは一人で今やってるってことなんかな。 身の回りは誰もしてないっていうことを言ってたから93歳だって長生きしてるわ、はい、うちも93で亡くなったそれはあの言わなくていいんだよ、ね、そういうことですじゃあ全員通の解散はもう終わりで、えー、じゃあ次のニュースいきますね 半身不随なんだあーそうなんだじゃあなんか入れてんのかななんかあのよしえさんみたいなねその介護してくれる方施設じゃないんだ分かんないちょっとそこらへんはあなんかそんな話を聞いてるとね俺も家族いるからさ 親父になんかしてあげたいなって思ってくるんだけど、やっぱりなんかしてあげたいって気持ちより、何かされたって気持ちの方がでかいから、やっぱ何もしたくないです、親父に。こういう方もあるんでね、えー、家族大事にしません、俺は。どうでもいいです。じゃあ次のニュースいきますね。はい。え次のニュースが、あ、 えー、そうそう話ねちょっと飛んじゃったのはツイキャスですねツイキャスでえ爆、ー、投げがあったということですちほ、はい、ちゃんっていう方ですねこの方が約ね4,000個のアイテム1個1,000円なんでテケテさんからちょっと俺は知らない方の配信者なんですけど。 何気なくツイキャスのおすすめから見たんだけど、ずっとお茶箱が落ちてきて4088個。それ以上飛んでますね、ちなみに。止まったと思ったらまだ続けてる。お茶箱100って1000円ギフトでしょ、ということで。約400万近くのアイテムが飛んだらしいです。えー、すごくないえー、400万だって、 7割還元だから、ね、まああのちょっと徴収されちゃうけど源泉徴収ねされちゃうけどねいろいろと税金の部分も引かれるけどまあそれでも還元率はいいからね200万ぐらい手にしたって感じかなしかも税金がかからないきれいな金だよお前自由に使えるよねこれ。 もちろん、源泉徴収されてるからって言ってね、あの税金はね、報告しなきゃいけないんだけど、うん、でも真っ白なお金だよ。もうじ自由に使,使える金だよね。かかるの ?400 万投げてもらって源泉徴収されたら、綺麗な金、税金かからないんじゃないのツイキャスが税金払ってくれるんじゃないのこれ。 あんたバカかかるのこれ。あ、市民税とかそういうギャ、あ、そういうことね。まあ、申請したら、かかる。まあ申請したらかかる。ってことね。住民税とかね。そういうので、ちょっと変わってくるってことか。所得税の話してるんだよ。上かるね、所得税。 ええー。消費税、所得税の話。まさかお前、嘘だろおいちゃんと、あのね、ツイキャスのお金もね、やってます。はい。出してくださいって言われて出してます。わざわざね、大阪まで行って、大阪の銀行で、紙ね、もらってやってるんで、こっちは。はい。 でも一つね勉強になりましたってことは俺のね税金住民税もやっぱかその追加したの金で換算されてるってことか結局何やっても税金かかるんだね結局はヤバすぎバレちゃったもクソもないんだよ俺は調査入ってるからな いいですかってことですね。じゃあ次のニュースいきますね。何も分かってないやん。いいよ何も分かってなくたって。税理士がやってるんだから。400万じゃないよね。計算が違うえ投げてもらったアイテム1000円だとしたら400万じゃないの。投げてもらったの。400万以上。計算間違ってるこれ。4000個。1個1000円で。 10個で1万100個で40万ね千1000個で 400, 400万合ってるんじゃないのこれ間違ってるこれ、えー、合ってるよね3割出て源泉調子取られるからねこれ普通にそっから引かれてた人しても5割ぐらいじゃない 5割4割。だから200万ぐらいってことで。動揺してるって、してないってだから、しつこいな。税務署でも何でも通報しろよ、お前じゃ。かかってこいよ、お前。な帰ってくるのは、お宅のね、税金はもうね、もう請求してまして、帰ってくるよ、お前。しつこいな、お前。 だから来てんだよ、こっちは追徴課税と延滞券延滞金なんか見せてるだろうお前、証拠で頭ぶち切れちゃうよ、お前じゃあ次のニュース言っていいですかはい。あ、次のニュースが、 なんとですね、天然ストレートさんが、えー、発表したんですけど、バン配信者が誕生しました。はい。その人の名前は、一日バンなんですけど、100日後に出荷される豚さんがバンらしいです。えー。一日バンですね。はい。 で、さらに天然ストレートさん、閲覧が爆発。閲覧2000人超え。シロさんという方とコラボしました。なんかノックさんとかが話題にしてた方らしいんだけど。でノックさんリスナーさんが、パッと天然茶の枠で流れまして、獲得して、まあ大騒ぎに。はい、シロさんという方の家の中に盗難被害があったと。 ゲーム機がゲオで売られていたということで大騒ぎになったらしいです。はいもう今は天然ストレートさんの時代だよ、お前。閲覧2000人だよ。昨日ずっと1500から2000人の行き来だったからね。さすがね、天然ちゃん。ノックさんリスナーさんを獲得したのがでかいね。おだからまた別のジャンルの タグになるねこれいや天然ちゃん応援してるよ俺は頑張ってほしいなってえー、だから昨日ひどんなさん600人誠治600人俺も600人養父も600人ええー、その上が1個抜けてたの1800人ぐらいいたよ天然さん俺がやった時ね放送 は面白いよ俺よ俺く見に行ってるけどやっぱあのテンションでね喋られると元気出るよねなんか気分落ち込んでないじゃん落ち込んだ話し,しないじゃんもうなんか「いけるでこれこれ!」っつってさ元気はつらつで言ってるああいうとこ好きだよな俺元気出るよね出ない わかるでしょ元気が出るでしょ空回りしてるとこもいいじゃん味があってねうんっていうことです、はい、火薬さんの放送見てみなよ死ねボケ貸すって言ってるよもうダメだ人生終わりだーって涙流してるしうん 火薬さんの放送なんか変わっちゃってさ、見てるとちょっとだんだん心が痛くなるんで。天ちゃんのよく見える、それで。ってことです。じゃあ次のニュースいきますね。はい。次のニュースはえ、本タイトルです。なんとですね、あの配信者が、とある配信者が、 休止です有名な配信者ですねなのであの配信者休止しますその人のことはなんとなんとなんとナイスお願いしますすいませんいいですか 申し訳ない。ナイスよろしくお願いします。700、ナイスでお願いします。ちょっと、申し訳ないです。はーい。あの配信者が休止です。あー、言いたい。言いたい、ね。早くも言いたい。あの、もう押してね、次に違う押しに押してもらっていいんで。えー あの、押し直せるんでね。押しがいたら、押し、押してもらって結構こけこっこなんで、お、当たりボーナスありがとう。はい、押しがいる方は押してもらってで、いつでも押し直すことができるので、押してってください、俺に。後で押し直してください、お願いします。いいった、ああやっぱ増えてる。ありがとうございます。700ナイスって言いますもん。 もう700ナイス、昨日は700ナイス押してもらったからね。その、いつ面で押してってよ。昨日押してくれたんでしょじゃあ、押してってよ。もういいじゃん。昨日押したんだから。昨日も今日も変わらねえよ、はっきり言うけど。せやろかい。なあ。変わんねえよ、お前。押し方がわからない ここに右下にね、拍手ボタンがおります。それを押すと黄色に変わるんですよ。金色とかね。ええー、それを押すとね、色が変わって、俺の方にこの上の方の拍手ボタンが増えます。押してってください。いいですかで、押せてない方に説明すると、 二回押しちゃってる人は、ええー、その、時間経たないと押さなくなります。はい。だから二回押さないように、一回押してくださいね。はい。一回だけで。いいですか ?700 ナイス。ええー、もう押してってよ、もう。三、四連じゃん、もう。いつまでこのやり取りすんの。 もうさ、3、4年だったらもう親友じゃん。はっきり言うけど、4年の付き合いだったら。友達じゃん。なんで押してくれへんねんや、これ。おかしいやん。でもう見るだけ見てくれてるのは嬉しいんだけど、せめてさ、あの、無料のね、匿名で押せる、このナイスボタンぐらい押してってよ。お,お金投げろって言ってるわけじゃないんだから。どうして、 金投げろって言ってるわけじゃないんだよ。無料ボタン、そして匿名で押せるボタンを押してくれって、お願いしてるんだよ。なんでこんな冷たいの人間じゃないお前。血が通ってない。冷徹だわ。思いやりがない。思いやりが。もういいです。672で,です、もう。 特別大出血サービス30下げます。もう本当妥協したくないって。ナイス700ナイス押してねって言ったら700いってほしいんだよ。もう持ってけたらもう670でいいですもん。あと一人。ありがとうございます。 お前らのことをこうやって強く言うのはね。あ、G ナイスありがとう昨日ジー来てくれたんだよ。金のお茶箱で。ね、100万円分用意してね。投げ、投げれなかった。あ許せないよ、マジ。ツイキャス運営。100万円分は勝手に俺が言ってるだけなんだけど。投げる準備してくれてたんだよ。マジでありえない。で、お前らね。 あの、はっきり言うわ。なんでこうやって厳しいこと言うかっていうと、人間になってほしいんだよ。ね。わかるだろ。今お前らがやっている非道を、人間になってくれよ。ねえ。おい。ありがとう。百個大数サンタ、盛りすぎや。すいません。じいさん。じい。じ,いじゃあ。 行きますかとある配信者が急死その人の名前はこの方ですなんで笑ったのいや豚のくせに何が人間慣れだよっていうだろうなってコメントに案の定来たから笑っちゃった「パルちゃんナイスモモさんありがとう」それがこの方ですね 真っ赤なお肌のトナカイさんがシュリちゃん。皆様へ個人的な都合で12月30日をもちまして配信休止させていただきます。そのギリギリまで配信しようと思っておりましたが、昨夜の配信にて運営によりアカウント規制を受けてしまいました。昨日の配信が休止前の最後の配信と、 真っ赤なお肌のトナカイさんは、え、そのギリギリまで配信しようと思っておりましたが、昨夜の配信にて運営よりアカウント規制を受けてしまい、昨日の配信が休止前の最後の配信となってしまいましたと。今までありがとうございましたということで、シュリちゃん、え、配信休止です シュリちゃんありがとうね。いろいろ大変だと思うけど、みんな応援してるからね。引退じゃないですよ。休止ですからね。はい。まあ引退して戻ってきたんですけど、カイトっていう名前でね。カイか、えー。その後復活し、シュリになりました。カイ、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 シュリ、シュリ、シュリ、シュリ,シュリになりました。えー、おかえりなさい。 休止なんでででいつでも復活できますよ12月30日から休止です。でなんか規制かかっちゃったらしいね。閲覧規制かな。いや趣里ちゃんの放送俺はね褒めてたんだけどツさんの時にねすごいしつこくねなんか言われたからさ趣里ちゃんに。だから正直ねちょっといい目線はないんだけど。 でも、シュリちゃんの方さん好きだよ、俺は。うん。リスナーさんを楽しませようとする、その、ね、あの、部分が見えるから、俺は好きだったけどね。人は嫌いだけど、人としてはね。ええー。配信は好きでした。まあ、メンタルが弱ってるかわからんけど、いろいろ大変だと思うけど、頑張ってね。ええー。頭にゴミついてるよ。 俺がゴミだからね変わんないですじゃあそういうことでとある配信者の休止その人の名前はシェリちゃんでしたありがとうございますちなみにはい他になんかニュースありましたどうぞ ねえみんなで作っていく放送枠足りてないよっていうね補足があればどうぞないんだええー、あ聖誠治が殺害予告されたらしいねうん見た里みが大きくなったの 嘘でしょう佐藤さちゃんが髪色変わったね、うん、佐藤さちゃん可愛、はい、かわいいよ本当に本当だよええたかしひろしのやつ掘ったあつしうん あ、マユちゃんが腹踊りしたの昨日エッチだねトとわくんがイケメンだった。とわくんルーキー1位、えー、すごいじゃん。えー、あジャックナイフ優斗くんがふわっち復活したのほんとに。みーコがあざだらけ彼氏にやられちゃったかな、また。 えパルが深しいもん風呂誘ったは別にいいじゃん。何がダメなの。えー、エキリスト、束縛、うんこ。まあないってことですね。ええー。そんなに。じゃあ俺のニュースの方がね、やっぱり本体とにふさわしかったじゃん。シュリーちゃん。お前らそれだけかよって言ってるけど、 お前ら大したネタ持ってないじゃんそうだろうなんだよお前かしいもと俺が風呂誘ったって広志富士山挑戦それは夏でしょ今は無理でしょやばいっしょじゃあそういうことではい石川紀之が不破参戦マジいつ 嘘もあるでしょこれ森が有馬まありまは24日だっけねえみんな TikTok に行ったあそれはね確かにいがめないですけどてかパルパルさんがふわっちのパー,ソナパーソナリティ的な立場になってるけど何様なんですか何様もしてません はい、そういう炎上ニュースってやってるだけなんでね気に食わないのどっか行けばバカがな下の枠来て文句言ってんじゃねえよお前お前が何りなんだよ文句あるの面と面で向かって言えよお前アカン出してから言えよお前これやろおい 言ってみろお前、まあ、この野郎。面と面とで迎えないゴミがよ。あ佐藤さん、たまごっちね。佐藤さん、たまごっちちょっと借りていい、うん、赤ちゃんできたんだって、俺たちの子らしい。うん、パルサ名前はなんて言うのパルタロ。パル太郎 これ何キャラこれ。これ何キャラだなこれ。なんか、え、こん、な、やばくないこれ。危険。これやばくないマジで。これ何キャラだなこれ。俺たちの子じゃないよ、これ。 それもうちょっと削除してよ、気持ち悪い。いや、もうちょっとダメだそれ。気持ち悪いよ。もっと可愛い子にしてよ。なんでそんなこと言うのこんな可愛いのに。えぐすぎるわ、あれ、人の形してないわ。たまごっちじゃないわ、あれ。じゃあ、そういうことですね。はい。とある配信者が急死。その人の名前は、 シュちゃんでした、はい。おでこね。あ、頭痛いのはね、治りました。ね、あれ昨日ね、あ薬もらってさ、飲んだんだよ。で、さっき朝さ、頭痛いって言ったじゃん。あれ嘘です。嘘ついてすいません。遅れた理由つけなきゃいけないなと思って。今日朝起きたら治ってました。ラキサリン飲んだんで。 嘘つきでごめんなさい。はい。そういうことです。じゃあいきますか。はいほ。本タイトルを言ったんで。ふわっち大炎上ニュース終わり。ふわっち大炎上ニュースまとめ ナイス900ナイスいいですかちょっといいですかええ900ナイスすいません押してってくださいありがとうございますこっからえつら減っちゃうんでね減る前に押してってほしい 今日の放送面白かったよ。暇つぶしになったよって方。ぜひとも押してて140人の方お願いします。ダメですか僕の思い通じませんかもう3、4年の付き合いだけど、ええー、行っちゃうんだね。俺の母ちゃんみたいに。俺の母親は、ね、小2の時かな。小1とか。 勝手に入院していなくなったんだよ。弟と俺二人っきりで家ずっとね、住んでた。おばあちゃんがたまに来てご飯置いてくれてね。たまにっていうかまあ、毎日持ってきたけどご飯。でも家はずっと二人っきりだったよ。母ちゃんみたいなことするんだね。お前らも。母ちゃんのね、写真とかもなかった。え、ね、え。俺も悲しいよ。 親父なんでも離婚してさ、余裕金なんて一切払ってなかった。だから俺らは施設で預けられたんで金がないってことで、児童養護施設に。そっから先輩のいびりとかいろいろあって俺脱走しちゃってさ、もう辛いことだらけだって。それお前らやるんだね。辛いことするんだね、俺に。あと95ナイスお願いします。えー。 もう本当頼むよ、もう。何回その話するのもう本当覚えてる限り75回くらい話してる。ええー。でも分からない人のために言わなきゃ。俺が児童浴室で脱走してまた施設に預けられて悲しい生き物になったっていうことをさ。中村くんデートだよ。デートなわけないだろ、あの顔で。 中村くんがどう考えたやって嘘だろそれ中村くんのデートと中村くんの結婚と中村くんが付き合ったら全部嘘、ね、俺と同じ顔してるんだから付き合えるわけないだろ中村くんがデートも同類だぞ俺と顔が絶対ないねそれはもう嘘だった嘘はとだったわかるね中村くん あと65人お願いします。中村くん、美容院に1万6000円かけてたやめようよ、ブサイクはブサイクなんだからもう、まあ。まだ俺より痩せてるから、そっちの方がまだいいかでも。ね、中村くん。B 戦でたま、女の子って B 戦いるのかな、本当に。ね、B 戦。ブサイクのこと好きな人いるのかね世の中。 中村くん。ちょっとお願い。あと61人無理かもうガッターを持ってけだろ、もう。872です。あと三31人でまとめます、えー。もうこれ以上下げないよ、俺。あと31人。下げないよ。あと19人行くよ。ええ飽きた。来るよ。 あと17ライブ、17人。えー、来るよ、これ。あと15人。わかりました。もうこれ以上はやれません。860入りです。あと5人。えー <coughs>、あと5人でまとめます。もうこれ以上は下げれません。来た、ありやす。じゃあ行きます。ワッチ大炎上ニュース。まとめ。 本タイトルね、シュリちゃんが12月30日を機に、しばらく配信を休止。天然ストレートさんが、えー、閲覧爆発。ノックサーリスナーさんを吸収して、シロさんとコラボして、1800から2000人の閲覧数をキープ。え、は、ぇ、い、えぇ、ー、機長、えー、さん、えーブのベトナムの、えー、オールナイトスロット。えー、これが、えー、キャンセルになりました。 あの93歳のおば,お,おばあちゃんがね、ちょっといろいろと大変ということで、その面倒を見る感じの流れとなったということで。はい、キャンセル料は一応11万ぐらい取られるらしいです。30万支払って。えー、キャリーちゃん、昨日の木彫りの収益は2万円。はい。えニワンちゃんっていう女性配信者が、えー、クラミジアだったということが判明。ツイッターで報告。 パチ王子プリッチさんに対して大激動、はい、心肺停止にさせてやると、えー、手紙を山田部長に送ると、はい、小町くんえー、ポイント公開11月分のポイントが73万円ツイキャスも入れた100万超円全員使い開催も聞き LINE をしても誰も反応を示さず、はい、それに対しても解散するかと今年っていうふうに言ってます そういうい、ね、あとねあの100日後に出荷される豚さんがバン天然さんの情報によるとでツイキャスで、えー、おち金箔のお茶箔の、えー、企画がありましてルーレットのね賞金40万円千穂さんっていう女性配信者が4,000個超えの爆、えー、投げ1つ1,000円400万が投げられたと400万以上が投げられたということらしいです。 そういうことで今日の「ふわっち大炎上ニュース」終わりありがとうございましたみんなありがとうそういうことで今日の炎上ニュース終わりですありがとうございますじゃあ皆さん今日の放送面白かったよ楽しかったよってあ池田大作先生のやつね。 ちゃんと言ってプルーティさんのやつ、うん。あの、キャリーちゃんのやつもやってよ。ね、あの、よかったら、あの、ナイスあの130人お願いします。面白かったよ。暇つぶしになったよって方は。はい、特におもろない金のたぬき1397号さん。お前なんていらないんでブロックだ、お前。つまらないはだ、どんだけ投げようがだね。関係ないです。 NG ぶち込みますクソ野郎がお前いらねえよ397号気を捨てろお前なあポアなポワっ、はい、ていうことで芸妃さんの口癖ポアお前ポアなポア金の狸と関係ないでそんなの、えー、謝ってるよ わざわざ言うのわざわざ言うの意地が悪いね。うん、ねこのキングタヌさん優しいわ。ごめんしてたよ。ええー、謝ったの本当に。本当に謝ってる